さあどうもえー、広場をご覧の皆さんあの一度行ってみたかったんですけど緊急で動画を回していますって <laughs> あれ一度行ってみたかったですねユーチューバーの皆さんが必ず何か起こるとそんなに大きなことではないのに今緊急で動画を回してますみたいなあれを一度行ってみたかったんですけど今緊急で。 緊急っていう意味では割と準備してるんですけど動画を回してましてえっと今回ですねえ広場のまあ集大成とも言えるアルバムその名も広場が2月の15日にリリースすることになりましてその発売のまあ直前になっているのでちょっとこの広場の YouTube でもそのアルバムの話をしたりこれまでの3年間のことを話をしたいっていうのをなんかできたらいいなというふうに思いまして、え。ー しております2019年にスタートしたこちらの広場なんですけれども一番最初に織、えー、田和正さんと尊敬する織田和正さんと楽曲を作ってからスタートラインして、まあ、皆さんにもご覧いただいている、えー、対談 Q も続きましてその間に「おとぎ話」という小説家の皆さんと一緒に作った楽曲、えー、5曲ありますねそれがあってでさらに今回新曲を 三、えー、曲、えー、入れてついにアルバムにたどり着けたということで非常に私も満足しておりますあの一、ー、曲一曲解説してった方がいいんですかね皆さん広場が何か分かってます <laughs> なんかそ,そこら辺からねなんかお伝えしなきゃいけないなっていうふうにすごい今ちょうどそのアルバムを リリースするっていうんであの取材とかをねたくさん受けてて今日もこのこれあのソニーミュージックレベルズの豪華なもうソニーの材を使ったアーティストルームと言われてる取材部屋だったりアーティストの皆さんが待機するあ一応僕もアーティストなんですけどアーティストの皆さんが待機する部屋なんですけどこうピアノがあったりね。ここで あのいろんな音楽メディアとかあ新聞だとかの取材を受けてたんですけど本当僕思うんですけどそもそも広場って何ですかっていうとこから説明しなきゃいけなくてあの結果ね今日この紙資料っていうのがあってあのこれちょっと個人情報入ってないんですけどこのアルバムの情報がねこ,のこんな曲が入ってますよとかこういう人が参加してますよみたいなこの。 取材相手の人が分かりやすいようにこうちゃんとこう説明するこれを見てその取材してくくれるる人がびっくりすすんですよこの人参加してるんですかとかこんなことやってたんですかって気づかれないあなたがみたいな気づかれないうちにやってたんですかみたいなことを言われることが多くてそうなんです結構いろんなことをやってましてね。今回も 関わってくださった人の数を数えたらどんぐらいになりますかね今数えてみましょうか <laughs> 1>, ?1、2いや多分ちょっと終わんないですね <laughs>。<laughs> <laughs> すごい数いるんですよ。でいろんなジャンルの人があの参加してくださってるんで多分この対談 Q とか小説家 Z で広場を知ってくださった方も ここんんなことをやってたんだってもう「世広場」に興味がある方もその「善用」については知らないっていう方の方が多いと思うんですよ。なので是非このアルバムを通してですね「あの広場」について知っていただけたら嬉しいななんていうふうに思っております。えー、今回のアルバムは、えー、全何曲書いてんだ 13! よう作ったね。 今スタッフがうなずいてますよ大変だったっていうことでしょうね <laughs> 13曲作りまして、えー、新曲が、あのー、3曲入ったっていうのはお伝えしたいと思うんですけどまず1曲がもう先に皆さん聴いていただいてると思うんですけど「再び」という楽曲大塚愛さんと一緒に作りました大塚愛さんは「あ対談 Q」にも出演いただきましたこちらにちょっと今編集で使ってください対談 Q のリンクがあります 塚さんと対談をしましまで大塚愛さんはね同い年なんですよ1982年生まれで,でデビューは大塚さんの方がちょっと早くてっていうかちょっとはどころじゃないですね3年か4年早いのかなで先輩なんですけどあの同い年っていうこともあるし僕が二十歳の頃からね、まあ、彼女に憧れてたというかそのライブハウスで僕らがまあ映画、えー、これやってる頃に彼女がテレビに登場して。 同い年の女の子があ,あんなにこの構築されたポップソングみたいな計算しつくされたポップソングをまあなんか派手にやってんなみたいなでこんなことが同い年の人にできるんだみたいな憧れをすごい持ってたんですよねでいつかこのおつかいという人に会えたらいいなとかあまさか一緒に曲を作れとは思ってなかったですけどねなんか 話ができる機会がないかなってデビューした頃思ってたんですけどその願いがまあ十何年経ってかなってですね、まあ、40歳になる時に出会うことができて対談級で話してであの時に、まあ、まさに対談級で言いましたよ「今度一緒に曲作りませんか?」とか「なんか一緒にやりませんか?」みたいなそしたら大塚さんド S なんでなんかこうパッと見て「すぐやりましょう」みたいな <laughs> 結構なんかあのそういうシーンあったと思うんですけど。 で社交辞令で済ませられないなと思っていて今回アルバムを作る時にやっぱり大塚さんに声をかけようと思って今回の楽曲につながりましたで本当にねガチでまあほぼまっさらな状態でスタジオに入ったんですね、まあ、一応アイディア投げ合って僕も何曲送ったかな56曲こんなフレーズどうすかねみたいな送ったら あんま反な,くて <laughs> あんまなんかあんま反応なくて大塚さんも2つぐらい送ってくれてそのうちの1つがめっちゃ良くてこれがいいんじゃないかなみたいな話でそのアイディア1つを持ってスタジオ入って本当に鍵盤を2つ並べて夢みたいな現場ですよね2つ並べてお互い並んで一緒に鍵盤弾きながら曲作ったっていう。 で歌詞もその時は全部できてなかったんでなんかその曲作りしてる中でアイディアがねやっぱ重なっていくんですよ。それもすっごい楽しくてちょうどフレーズの音域が男性もギリギリ歌える音域のところがあったんでじゃあここ俺歌うわみたいなでそしたら本当にデュエットっていう感じになるからじゃあ水野君さその一番は女性目線でまあその大塚さん側の感じからスタートして。 2番は男性目線でこう返答するみたいな歌詞にしたらどうかみたいなじゃあ今からブース入って歌詞書いてみたいな感じでお互い別々になんか一緒に歌詞を書くと見合っちゃうからわざとブースを分けてその歌詞を書く瞬間だけでなんか答え合わせしようよみたいなことをやったりとかなんかそういう時間がすごい楽しくてあの出来上がった曲が「再び」という楽曲になりました。こちらあの この間のイベントでも初めて生演奏で、まあ、それこそ鍵盤2つ並べてね実際作った時の風景に近かったと思うんですけど演奏をしましたこれアーカイブも上がってますんでねぜひチェックしてみてください、えー、だから2人にとってはそのなんかある程度キャリアがなんか進んでいって、まあ、いろんな経験をして大塚さんなんか僕より多くの経験をしてると思うんですけど経験をした上で出会って でそれでこっからこっからもやっぱ音楽を作り続けていくっていう中でなんかいいリスタートっていう意味も込めての「再び」っていうタイトルだったんでなんかすごくいい出会いだったなっていうそういうねなんか自分にとって個人的にもあの素晴らしい出会いみたいのが今回の「ヒロば」のアルバムには詰まっています。ちょっと話長くなっちゃうけどもう一曲の話していいですかね「ただいま」。 橋本愛さんが詩を書いてくれましてね、えー。これ多分動画が公開される頃は流れてんのかなちょっと公開タイミングを考えたいと思いますけど。聴いてほしいな。聴いてほしい。あのー、この楽曲は橋本さんにめっちゃ無茶なオファーをしたんですよ。なぜかっていうとね、あのー、小説を書いたんです、また。 「あの幸せのままで死んでくれ」っていう小説が1作目なんですけど、まあ、懲りずにもう1作書こうとしてて書いたんですけどでその小説から曲を生み出したいんだっていうことを橋本さんに伝えてもそれも無茶な話じゃないですかなんかあ,あなたの小説から曲を作るんですかみたいなことだと思うんですけどしかもさらに無茶で普通ねその小説をスタートラインに曲を作るって言ったら小説完成してると思うじゃないですか。 もう全部物語が分かっていてでこれに主題歌をつけるような形でやりたいんだってこれ分かりやすいじゃないですか小説が完成してなかったんですよねあの橋本さんにお話する時はいやまだできてないんですって、まあ、結構ふざけたお話なんですけどで小説のプロットはありますとこうあらすじはでもこのプロットって言っても4万字ぐらいあるんですよもう本当にこの A4 用紙で10枚20枚みたいな 感じで結構分量があるプロットを、まあ、これを読んでいただけないですかとでこの作品はあこういう文献を参考にしてっていうかここからインスパイアを受けて鷲田清和さんという哲学者の方の「ますということ」っていう本に、まあ、僕はいろんな頻度を頂い,いてちょっとなんかそういうテーマに書けないかなって思った思い出が待っているという小説なんですけども。 おそのことも伝えて、まあ、これを読んでなんか主題歌を作るんだけど読んだ上でご自身が思ったことを考えたことをどんどんそこに取り入れていただいて構わないとななんなら物語から離れていっても構わないですみたいなことを言ってそれで橋本さんにお願いしたんですよねそしたら橋本さんがまあ面白がってくれてで彼女は本当に言葉に対してすごい研ぎ澄まされた感覚を持っていて。 初めての作詞っていうことで、すごく緊張されていらっしゃいましたけど、第一項が送られてきていや本当に初めてですか？みたいな詩が送られてくるんですよ。まあ、それをね。あの曲を付けさせてもらってで、それだけで終わるんじゃないんですね。この曲を作った後に、あ橋本さんにこんなメロディーがつきました。っていうことで、渡したらそっからさらに詩の遂行が始まって。 実は皆さんがこれからお聞きになる作品よりも実際のの初っっってていいいいうすすすごい長い歌詞だったんんんんんですねでねそれを橋本さんがどんどん削っていくんですよここは、まあ、今メロディーを聞いたらここはちょっと打足になるんじゃないかなとかこのポイントはもうちょっと違う言い方があるんじゃないかなと思うんですって言ってどんどんあのお忙しい方は何度もアイディアを送ってくれてそのやり取りが1ヶ月2ヶ月続きましたかね。 で本当に二人で作ったという形で「ただいま」という楽曲ができましたそして、あのー、この楽曲聴いていただきたいんですけどミュージックビデオをご覧いただきたいこの動画の公開時点でもしかしたら公開されてるかもしれません林京太郎監督で広場でもおなじみのおなじみのって言っちゃいますね対談級で出ていただきました写真家の濱田秀明さんに撮影監督として入っていただきましたこれも 対談牛でも何度も言ってるんですけどこれ広場をご覧になっていただいてる方って相当長いいいトークに耐えられる方しかいないと思うんですよ <laughs> あの YouTube とかそれこそ今の SNSTikTok とか Twitter とか、まあ、すぐ答えが出るものがあの求められるじゃないですか,か YouTube を見た瞬間に分かるとか。 それとかこうサムネイルで「ご報告があります」みたいのが貼ってあるとか <laughs> なんかこう押してしまうとかすぐこうなんか答えに結びつけられものじゃないとなかなか見てもらえない聞いてもらえない分かってもらえないっていう中で広場ってめちゃくちゃ逆のことをやっていて「対談9」もこういい意味でダラダラとした会話がずっと続いてゆっくりとした会話をご覧いただける方しか見てないと思うんですけど今回のミュージックビデオも。 なんかすぐ答えが出るものとか,なんかすぐスピードでシーンが移り変わって目まぐるしく人を飽きさせないようなあの仕組みがふんだんに盛り込まれてるっていうものはやめようとなんかその人を待たせるとかなんかもう一度時間の中の余白を感じるようなものを作りましょうって林監督と浜田さんと 3人で話したことを橋監督がまとめてくれたああいうミュージックビデオちょっとぜひご覧いただきたいんですけど最初びっくりすると思います画面が変わらなくて <laughs> すごい静かなでも気づかないうちにそれをずっとご覧いただくとだんだんとご自身の中で物語が立ち上がってきたりその橋本さんだけじゃなくて俳優の皆さんの表情から いろんなことを想像できるようなミュージックビデオになってますんでこれも結果広場の作品の一つとして皆さんにご覧いただきたいなというふうに思っておりますさあ、そして最後の新曲は星屑のバトンという48時間作り場というイベントをやりました48時間で楽曲を制作してそれをレコーディングしてその様を全部生配信して 見てていいただくっていう無茶な企画をやりましたあこの広場の YouTube チャンネルにもいくつか、えー、その時の映像がちょっと切り,張り,あの切り取られて、えー、上がってますねご覧になってみてくださいで高橋久美子さんに詞を書いていただいて、えー、亀田誠司さんにプロデュースしていただいたこの曲これもあの時かレコーディングしたものをちょっと整えて、えー、しっかりミックスをして、えー、完成しました。 今振り返るとあのー、とはいえねなんか一瞬一瞬がしっかり切り取れたような楽曲になったんじゃないかなというふうに思いますあの時もできたばっかの曲をその時集まってくださったミュージシャンの皆さんがある意味即興的なところでこのお互いの空気を読み合いながら演奏していくっていうことで出来上がっていって。 そのレコーディングのマジックみたいなところも配信で見せることができたと思うんですね。でもあの瞬間しかできないものだと思うんですよ。で、僕も48時間ですね。実はほぼ喋り続けていて、いろんなゲストの皆さん来てくださって、声ガラガラだったんですよね。で、歌いでできるんだろうかみたいなことを現場で言ってたんですけど、まああえてその48時間こう時間を過ごす中で出来上がった声でもあるから。 なんかあえて歌い直すことはせずその時のテイクをちゃんとつなぎ合わせて、まあ、結果いい歌になったというふうに、まあ、自分で言うのもあれなんですけど思っておりますですのでなんかあの48時間の時間が詰め込まれたような楽曲になったのでそれもぜひ聴いていただきたいなというふうに思っておりますいやーもう出ちゃうんだよねアルバムねこのアルバムを引っさげてですね ずっと何度も言ってるんですけど3月の18日に渋谷ラインキューブで広場フェスが行われます、えー、フィナーレ歌い場ということで今まで広場で関わってくださった皆さんたくさん出てくださいますそして僕が楽曲提供という形でつながりのあった、まあ、そして思い出の深いアーティストの皆さんも来てくださいます。実は今セットですよね。 たくさん考えてもちろんアーティストの皆さんとも相談しなきゃいけないんだけどもうこれ一つのライブでできんのかなっていうようなこのアルバムもめっちゃ彩り豊かなんだけどやっぱあれだけたくさんのしかもジャンルを異なるようなアーティストの皆さんが集まるとよくも悪くもシュシュつくのかなみたいなあのライブになるんじゃないかなって今あのいい意味でのこうドキドキに。 心を躍らせているわけですけれどもこれをぜひ皆さんにもご覧いただきたいですねで実はほとんんど今まででないんですよねだからこの間の大塚さんとのデュエットセッションが下手したら初めてぐらい広場の楽曲をライブというか演奏という形で届けるのは今回その広場フェスは本当に生演奏で皆さんに、まあ、広場のアルバムに入っている楽曲であるとか、まあ、これまで僕が そのアーティストに作らせていただいた楽曲そのご縁となった曲を生演奏で届けますのでこれは是非見ていただきたいし生演奏じゃないと起こんないマジックもあるんでそれはねやっぱ音源がなかなか超えられないところだったりどっちもいいと思うんだけどライブの瞬間は一瞬しかないので、ね、こう見ていただきたいっすね。 自分がその場でどういうい感情になるかもわかんんなないんですよねなんかその今までねアルバム作っててあのそれぞれの楽曲に物語がめちゃくちゃあるのだから多分話そうと思えばあなたが聴いていただけるならずっと喋っていけるんだけどあのそれぐらい思い出があったりそのそれぞれの楽曲の制作にドラマがあるからそれを全て伝えたいぐらいなんだけど。 でもまだ気づいてないドラマというか、まだ出会ってないドラマがあるんですよ。で、それはやっぱライブの現場だと思うんですよね。で、それをその僕らだけじゃなくて、やっぱりそんなに多くの数がいないと思うんですけど、こうやって広場を追いかけてくれた方とか、まあちょっとずつその広場の YouTube とかね、ノートとかを見てくださってた方にも共有していただきたいなっていうふうに思うんですよ。で、そこで生まれる。 またちょっと新しい広場があると思うのでぜひご覧いただきたいふうに思いますね、うんあの。最近セブさんがね <laughs> セブヒ子さん、はい、あの対談級にも出ていただきましたけれども、まあ、たまに連絡取り合うんですけどやっぱあのあの僕セブさんが大好きなんですけど「あの幸せのままで死んでくれ!」もプロデュースしてもらって広場では「 「愛花ああ」という楽曲宮川浩子先生が書いてくださった詩に吉沢香子さんが歌ってくださったあの曲のセッションでもあのセブさんにお世話になってこう2曲やってもらったんだけどやっぱそのセブさんとも「対談 Q」でも話したけどこうなんかフィルターセブヒ子というフィルターを取ってその一瞬をね切り取ってなんか今出てくるものをこうバッと形にするみたいな。 なんかこう構築して考えてっていうよりはもう考えるまでもなく何かそれが音楽に表現されていくみたいなことをまあそういう趣旨のことを泰山九でおっしゃられてましたけどそれって一番それがビビッドに出るのってライブだと思うんですよね。だからあのセブさんを帯呼びしてるんですけど僕はその目の前でセブさんのピアノが鳴る瞬間を見たいし。うーん そそれを言うともうと他のアーティストもそうなわけですね同じようにその人の声が出る瞬間を見たいしその人の演奏がぶつかり合う瞬間を見たいしだから、まあ、繰り返しになっちゃうけどそれはライブでしかないからなんかそういうドラマを見に来ていただきたいなそんなふうに思っておりますいやー告知が多いのよ生き物のがでも告知が多いでしょ最近。知ってます 映画の主題歌やるとかね某有名アニメのやつやるとか大変よいろんなの出てるんで皆さんも情報追い切れないと思うんですけど広場もやってますんでえぜひですね3月18日のライブご覧いただきたいと思いますそしてえ小説もあるし今自分が何をやってるのかわかんない状態になってますけどなんか この瞬間でしかないものがあると思いますのでぜひご覧いただきたいなというふうに思っております。さあこれからの広場をどうしようか実はねこれまあなんかあんま大きな声で言ってなかったんだけどそのアルバムを一つの区切りそれでライブを一つの区切りにしてなんかこう広場を一旦区切ろうかなって思ってた時があったんですよ結構真剣にそれを持ってたのもう大変だから。 だけどね、こうアルバムができていって今 PR をしてでいろんなスタッフの方々がこのアルバムを届けようといろんなことを考えてくれたりそのまあ毎回ね対談級とかその企画を一緒にやってくれてるスタッフの皆さんがいろいろ考えてくれたりまああるいはその広場で出会った浜田さんだったりあの今回のアルバムジャケットのオブジェクトを作ってくれた廣人さんであったり、まあ、それこそセブさんとかあ高橋久美子さんとか。 いろんな人に出会っていく中でやっぱこれは続けないといけないなっていう感じにすごくなっていくるんですよなんかその出会った人たちにあのが楽しんでくれてたりなんかそのこの広場というものにちょっとねなんか可能性を感じてくれる言葉を投げかけてくれるともうちょっと続けないと、まあ、大変でもねいけないなというふうには思っています。なので YouTube、まあ、これ今 YouTube ご覧いただいているんですけど、まあ、YouTube を続けるかどうか分かんないし、えー、ノートを続けるかどうか分かんないし、まあ、どういう形で広場を続けていくかは分かんないんですけどそのフォーマットはどうであれただなんかもう何度もいろんな変遷がありますけどこの広場というプロジェクトというか広場という活動を続けていきたいで作品を作り続けていく人に会い続けていく人と語り続けて。 ものを書いていくっていうことをちょっと現象をずっと起こうし続けたいと思ってますんでまあ、もし今これをご覧の皆さん参加いただける、えー、ご覧いただける人はぜひですねまあ、遠巻きでもいいので、えー、見ていただけたら嬉しいなというふうに思っていますこれからも広場のことをですねよろしくお願いしますえまずはあ2月15日発売のフルアルバム広場そして3月18日のライブ ぜひ皆さんにチェックしていただきたいと思ってますんでよろしくお願いいたします。いや、えー、話したいことは大体話した気がするんですけれども以上ですかね <laughs> <laughs> あとなんかテケをねどうにかうまく出したいなと思ってるんですけどテケって知ってます僕の 愛犬なんですけどあいつもいい年になってきたんでもう7歳なんですよねいつもあれかで元気なうちにねどんどん皆さんに可愛い姿を見せたいと思ってんでそれもちょっと出したいなと思ってますねまあやれることはやりたいのでもしかしたらイベントとかを今後あの皆さんが参加できるものはどこか分かんないけどご覧いただけるものを企画したりすることはあるかもしれないですえちょっと企みはずっとしてますんで。 今後も見ていただけたら嬉しいかな、えー、そんなところでしょうかさああの2023年になりましたけどまあまだコロナがどうも落ち着かないですねで新しい形が出てきちゃったりとか世相は不安な状態ではありますけど皆さんぜひ体に気をつけて体に気をつけて、えー、なんとかいろんなことが穏やかに進んでいくことを祈りながらですね 過ごしていただけたらいいなというふうに思っておりますさあ長くなっちゃいましたけれども今回の広場の緊急に動画を回しました <laughs> 全然緊急じゃないですけど、えー、この動画を終えたいと思いますまたライブでお会いしましょう以上広場の水野由紀でした